スウェーリーはアメリカ合衆国のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。兄のスリム、ジミーと共にレイシュリマーとして活動するほか、ソロアーティストやソングライターとしても活躍している。レイシュリマーとして2014年頃から広く知られるようになり、ソロアーティストとしても活動するようになる。2016年にソングライターとして参加したビヨンセの楽曲、 フォーメーションは第59回グラミー賞で最優秀楽曲賞にノミネートされ2017年に100円で参加したフレンチモンタナのシングルアンフォゲッタブルはベイビル・ボード・ホット100でトップ3入りを果たした2018年のポスト・マローンとの楽曲サンフラワーはソロ名義で初の全米ナンバーワンシングルとなっているステージに立つスウェイリー1993年6月7日 スウェーリーこと、カリフ、マリクイブンシャーマン・ブラウンは、カリフォルニア州イングルートで生まれ育ち、高校時代に、兄のスリム、ジミーや地元のラッパーリル・パンツと共に、デム・アウト・ストリート・ハチ・ボーイズとして、音楽活動を始める。2013年、兄と二人でレイ・シュリマーとして、イドレマーズと契約する。2014年には、レイ・シュリマーの、デビューシングル、 ノーフレックスゾーンとセカンドシングルノータイプが共にヒットし広く知られるようになる。2015年3月フューチャーとザ・ウィークエンドが参加したマイク・ウィルメイド・イットの楽曲ドリンクス・オン・アスにフィーチャーされソロアーティストとして初のシングルとなった。9月にはウィズ・カリファーのボンスローにフィーチャーされビルボード・ホット100で83位を記録しソロアーティストとして初のチャートインとなった。 2016年2月、ビヨンセの楽曲、フォーメーションに、ソングライターとして参加し、ヒットを記録。同曲は評価からも高い評価を受け、第59回グラミー賞では、最優秀楽曲賞に、ノミネートされた。9月にリリースしたレイシュリマーの楽曲、ブラックビートルズは、ネットミームのマネキンチャレンジに使用され、ビルボードホット100で12週連続の1位を、記録するなど、 空前のヒットとなった。2017年4月、フレンチ・モンタナの楽曲、アンフォギッタブルに100円で参加し、ベイビル・ボード・ホット100でトップ3入りを果たす。2018年5月4日、レイシュリマーは3作目のアルバム、SR3MM をリリースする。このアルバムは3枚組で、レイシュリマーのアルバム、SR3MM、スウェイ・ディーのソロデビューアルバム、スウェイクション。 スリムジミーのソロデビューアルバムジムトロの3つが合わさったアルバムセットとなっている。8月にはトラビス・スコットの楽曲シッコ・モードにバックボーカルとして参加する。同曲によりスウェーリーは第61回グラミー賞の最優秀ラップパフォーマンス賞と最優秀ラップ楽曲賞にノミネートされた。10月18日スウェーリーはポスト・マローンとのコラボレーション楽曲 サンフラワーをリリースする。この曲は映画スパイダーマン、スパイダーバースの主題歌として世界的な大ヒットを記録し、ソロ名義としては初の全米ナンバーワンシングルとなった。同曲は第62回グラミー賞で年間最優秀レコード賞と最優秀ポップデュオ、グループパフォーマンス賞にノミネートされた。スタジオアルバム、ありがとうございます。